SD-KFZ-231 はドイツの偵察用8輪重装甲車である。1936年から1943年9月までに中距離無線機搭載型の SD-KFZ-232 を含めた607両が生産された。ドイツ語ではシュワー・パンザースッポーガン SD-KFZ-231 と表記される。 本社の採用以前に同じ正式番号を持つ暫定的な6輪重装甲車シリーズもあったが、こちらは SD-KFZ-231 と呼ばれる。1943年の重装甲偵察車、開発計画により誕生した車両で、シャーシはビュッシングナグ車、車体はドイッチュベルケ車により開発、生産され、シヒャウ車により最終組み立てが行われた。 当初、SD-KFZ-233 と呼ばれたが、1939年10月に231と解消され、6輪重装甲車と置き換わった。SD-KFZ-233 の番号は、後に24口径 7.5cm 砲を搭載する火力支援用重装甲車に与えられた。砲塔バスケット付きの密閉式小型砲塔に 2cm、 KWK30 機関砲と 7.92mmMG34 機関銃各一門を搭載。また、主任務が隠蔽された敵を自分から攻撃し、そして敵に反撃させることで、その位置や戦力を暴露させるという危険性の高い威力偵察任務であるため、向きを変えずに急速交代できるように、後部にも運転席が設置されていた。乗員は指揮官、公衆、 ドライバー、後部ドライバーの4人から構成されていた。8輪すべてが独立喧嘩で駆動、ステアリングを切れるという構造のため、それ以前のトラック車台を流用した走行車とは比較にならないほど不正地走破能力が向上している。もっとも、これは戦闘力の割に複雑効果だった感は否めず、量産や整備の妨げとなった。 本社は1939年のポーランド振興から機械化創作大隊で用いられたが数が不足気味であるため SDKFZ222 などの四輪走行車がこれを保管していた。また大型の割に装甲が薄いのが問題となり、車体前方下部に 8mm 厚の増加装甲が追加された。また1942年5月から生産された後期型では、 最大走行圧が 14.5mm から 30mm にエンジンも 180HP に強化されている。本社の系列は後継の SD-KFZ234 系に置き換えられることとなったが、生き残った車両はそのまま使用が続けられている。ありがとうございます。